皆さん、任天堂の岩田さんの死をネタにして本当にすいませんでした。本当にすいませんでした。いや、あのね、いいと思ったんですよ。あの、お笑い芸人とはよく人の死をネタにしてるじゃないですか。ビートたけしとかも昔よくイタコ芸って言って、で、自分に降臨させて、で、死んだ役者とか降臨させてギャグにしてたじゃないですか。ビートたけしとか芸人がやってるからいいと思ったんですよ。あとお坊さんとかも人の死をね、ネタにして商売してお金稼いでるし、いいと思ったんです。お坊さんとか芸人がやってるから。いや、ほんとすいません。あとなんか昔の偉人とか、あの有名人ってネタにされるじゃないですか、よく。だからこう長い年月が経てばこう許されるみたいな風潮があるのかなって思って、岩田さんが死んでから3日も経ったから、もういいかなって思ったんですよ。もういいかなって思いました。すいません。短かったですか？短かったですか、3日じゃ。ほんとすいません。主人をネタにしちゃいけないって法律なんか、ないですけど、ないですけど、皆さんが嫌な気持ちになる動画をアップしてお金をたくさん稼いで、すいませんでした。ああ、こんなことして、こんなことして月収80万とか100万とかいくつもありますけど、本当申し訳ないです。ごめんなさい。年収1000万ってごめんなさい。もう二度と言ったら嫌な気持ちにする動画出さないです。本当にすいませんでした。